3日目の撮影が終了しました。ありがとうございます。はい、今日はハウススタジオといいますか、お家での撮影だったんですけど、サボテンがいっぱいあった。サボテンと一緒にたくさん撮影して、あとね、そう、かわいいお部屋とか、あとバンドルームみたいな部屋とか、いや、すごいですね。すごいいいなって思いながら、そんな思いがありながら撮ってたんですけど、ほんと今日もいろんな衣装が着れて、まあこんな、うわ、昨日も着たんですけど、明日も頑張りたいと思います。とりあえず今日はプールだったりとか水遊びもできて楽しかったです。はい。というわけで3日目終了。明日も頑張ります。またね、明日ね。 See you tomorrow. はい、最終日です。イエーイ。来ちゃいました、ここまで。なんかあっという間でしたが、これが最終ポーズになってます。はい、なんかちょっと切ない、噛んだ。切ない気持ちもありますが、ちょっと最後ピーチで弾けたいと思います。頑張るぞとして、最後の写真集と、写真集だって写真集ということで、ちょっとやっぱね、まあ髪型も変わってるし、まあ、ショートカットにしたし、なんか新しい一面も出しつつ、今までの高橋愛が出せればなと思って撮影に挑んだんですが、あと私の大好きなロサンゼルスで撮影もできたし、大好きなスタッフさんに囲まれて、すごい素敵な撮影ができて本当に良かったです。はい、というわけでもう一回最初から見てください。あ、10年経ってこういう感じなんだなみたいな、その総集編じゃないですけど、今の10年経ったそのモーニング娘。として過ごしてきたその高橋愛の集大成なので、というわけで本当にありがとうございました。無事に終了、イエーイ。ありがとうございました。